この動画は、PC 版アークの漂流生活をダラダラお送りしているものです。二次創作でキャラの性格が適当な点、過剰な演出が多々あることをご承知おきください。あのですね、なんか地図が真っ白になっていたんですが。ああ、あ、ごめん。諸事情でリセットしたわ。大体の位置はわかるからいいんですけど、そういうことは言っといてください。お詫びに何かテイムしてもいいわよ。お詫びになるのか？それ。実は、新しいワンワンが欲しかったのです。冷えのドンは使い勝手というか、使うかどうかと言われると微妙だしね。撫でるのもいいけど、戦闘させるにはちょっと不安なので。うん、レベル145。あの子にしましょう。なかなかの高レベルが見つかったな。はい、早速拾っていくのです。捨て犬じゃないんだけど。とりあえず、座敷にあげときますね。早く回収しないと。ワイバーンじゃきっついな。マンモスに単独で喧嘩売りに行ったわね。サソリも一緒になって戦ってるので、うまくつかめない。二度ほど、サソリつかんだな。もう。ダイアウルフがやる気満々すぎたな。ワイバーンは細かい操作が難しいからね。マンモスすらうまくつかめなかったです。いいです。さっきのは、人に懐かない目をしていたのです。お、また145じゃん。赤いのが霊夢と被りますが、期待できそうなのです。何よ、それ。先ほどのような悲劇は繰り返してはなりません。ちゃんと考えて座敷犬にするのです。んじゃ、どうするんだ？拠点手前の小島で投下して、アルゲンに乗り換えて座敷へ入れるのです。なるほど。それなら、問題なく誘導できそうね。ちょっと噛まれてるけど、問題なくいけそうです。おう、完璧じゃね。それじゃ、説得の用意をするのですよ。あら、何かと戦ってない？え、マンモスとかいないですけど。ヒエノドンの群れがダイアウルフを襲ってる？お、お前ら、何してくれとんのじゃあ。これはヒエノドン排除か、ダイアウルフを退避か。もう。ヒエノドンがこちらに気づいて一目散に逃げ散っていったな。あんの、クソのライムども。三度目の正直なのです。二度あることはなんとやら。黄色は少し黙っているのです。誘導まではいいのよね。までは？実際、まではじゃないかよ。クソが、今回は、付近のヤバそうな生き物を排除するのです。念を入れるわねー。何度も雪山に犬を拾いに行くのは大変なのです。緑の靴下？足以外はかっこいい色だな。いつまでクリスマス気分なのやら。あ、すごい。一発で眠った。強力麻酔弾に飛行ライフルはえげつないですね。ようやく、新しいワンワンを迎え入れたのですよ。いやー、長かったな。あら、お座りするのね。やっぱり、足が気になる。細かいことは一個なしですよ。羊の匂いが気になるのです。昔話ではありがちなペアだな。それ、ご飯じゃねえからな。でも、すごい時間かかったわね。座敷の拡張をするのもいいかもしれませんね。そうねー。他に誰か目星いこっていたっけ？あ、間違えて集まれの口笛吹いたのです。あ、整列していた子たちが。やっちまったのです。この、無駄に慕われやがってからに、ちゃんと整列させときなさいよ。まあ、アークあるあるだな。ということで、ダイアウルフが新しい番犬です。ぜひ、数を増やして群れで乗り回したいですね。口笛ミスって誰でもやりますよね。すぐに必要とならない子はポットに入れようかしら。では、また。